またいきなり景色が変わった。ここって例の泡沫空間なのかな。みんなはどこにいるんだろう。つむぎちゃん、私ならここよ。よかった、鋼さんはいたんだね。この場にいるのって私と鋼さんだけ？ええ、二人だけになってしまったみたい。やはり泡沫空間に落ちてしまったようだわ。早く脱出してみんなと合流しないと心配されちゃうね。そうね、進みながら出口を探してみましょう。あ、脱出って言えば魔王をどうにかできたら私たちってどうなるの？冥界からは脱出できるんだよね。そうね、晴れてお役目を果たしたら冥界からは出られると思うわよ。そっか、それならよかった。って私はちゃんと元の世界に戻れるのかな？全然違う世界に行っちゃったりしない？私本当に帰れるのかな？つむぎちゃんはそれが不安なのね。大丈夫、きっと帰れるわよ。うん、そうだよね。とはいえ冥界に詳しい小耳ちゃんならともかく、私が言っても確証はないし、そう簡単に不安は消えないと思うけれど、必ず戻れるってまずは自分自身が信じなくちゃね。うん、ありがとう鋼さん。そうだよね、まずは絶対帰れるって私が信じないと。そうそう、どうせならここでしかできないことを体験してそれから帰ろうってくらいの気持ちでいましょう。なるほど、それくらいポジティブに考えろってことだね。私がここでやりたいことがあるとしたら。うん、その息よ。何か思いついた？せっかくだしちょっとだけでも観光してみたい。ほら、ここっていわゆる生戦国時代だし。観光ね。いいんじゃないの？つむぎちゃんは戦国時代に興味あるの？興味があるっていうか、実益的な意味で。私、教科書の文字をじーっと見ててもさっぱり頭に入ってこないんだよね。でも、誰がどこで何をやったとかリアルで見たらきっとインパクトすごくて忘れないと思うの。そしたら歴史のテストもバッチリかなって。前向きね。そういう目的もありなんじゃないかしら。でしょでしょ。あ、どうしたの？急にうつむいたりして。お腹でも痛くなったの？今思い出したの、私帰ったら期末テストがあるんだった。ここんとこ勉強するどころじゃなかったから絶対ひどい点になっちゃう。っていうか勉強するにも、はあ、テスト。そういえばテストってお勉強の試験のことでしょ。あらまあ、世界を救う調律の巫女の弱点はテストだったのね。巫女である前に私は普通の JK だもん。テストには勝てないよ。私も世界を救うためのお手伝いはできても、さすがにテストのお手伝いはできないわね。ですよね。こればっかりは自分で何とかするしかないか。しょぼん。でもね、つむぎちゃんって本当に頑張り屋さんでしょ。だからテストでも何でもきっと乗り越えられるわよ。そうかな。もしかして慰めでそう言ってくれてるとか。あら、根拠はあるわよ。私は
そのテストがどんなものかは知らないけれど、自身で乗り越えるべきこと。運命なら、つむぎちゃんは逃げたり負けたりしないって信じてるもの。今までつむぎちゃんと一緒に過ごしてきて、そう感じたから。だから、これは慰めとかじゃなく、お姉さんの本心ね。うわ、まっすぐ言われると恥ずかしい。でも、鋼さんが私を信じてくれてるのは伝わってきたよ。よかったわ。でも、テストってある意味自分との戦いだよね。そういう意味だと、確かに今の状況にも似てる。かな？でしょ？だから、自信持ってね。ありがとう、鋼さん。と、話を続ける前に、先に片付けないといけないことができたわね。つむぎちゃん、気をつけて。うん、わかった。いつでも呼んでちょうだいね。余裕だね。それどこかに活路があるはずよ。お縄の術、その調子よ。扉を開ければいいみたいよ。それ。お縄の術。お縄の術。
ちなんてちっとも怖くないんだから。行くよ、鋼さん。からくりの準備はできてるわ。と、やば、しびれなさい。鋼さん、倒せそうよ。もうクタクタ。なんとか勝てたって感じ。今日はからくりの調子が良かったようね。これでよしっと。じゃあ進みながら改めてお話の続きをしましょう。うん、そうだね。つむぎちゃんはテストのことは別にして使命を果たしたらやりたいなって思ってることはある？それこそさっき言っていた観光というのも楽しそうね。うんうん、歴史の勉強抜きにしても観光はしてみたいと思ってるよ。そういう鋼さんこそないの？この仕事を終えたらやりたいことってある？私は、そうね、お仕事が終わったら帰るつもりだったから特に考えてなかったわ。え？ここでしたいことって全然ないの？自分だけだと特に何かここでしようとは思わなかったのよね。強いて言うならまったり過ごしながらとっておきのお酒を飲むくらいかしらね。何かこうダメな大人の典型を見てる気がする。ダメな大人ってぐっさりきちゃう。まあいいわ。つむぎちゃんは観光のお目当てはあるの？お目当てっていうか戦国時代のスイーツ、甘いものを食べ歩きしてみたいなって思ってるんだ。美味しいスイーツがあるといいな。確かこの時代は砂糖自体が高価な上に甘味の種類も限られているはずだから、それは難しいかもしれないわね。一般的に手に入る甘味はイオちゃんが言ってたお団子とかじゃないかしら。そっか、お団子も好きだけどね。でもお砂糖が高価ならスイーツ食べ歩きは元の世界に戻ってからのお楽しみにした方がいいかな。うんうん、それがいいかもね。他にやりたいことってない？他にやりたいこと、あら、じっと見つめたりして私の顔に何かついてる？実はスイーツ食べ歩きよりもやってみたいことが一つだけあったなって。ん？なあに？私、鋼さんと戦国デートをしてみたいな。あら、まあ、デート？合いびきのことかしら？そうそう、そのデートだよ。ダメかな？つむぎちゃんは私とデートがしたかったの？合いびきのお誘いなんて初めてだわ。あ、その変な意味じゃなくて、仲がいい友達と二人で出かけるのもデートって言うからつい。なるほど、つむぎちゃんのところではそういう場合もデートというのね。ドキッとしちゃった。本当にそんなんじゃなくて、ただせっかく仲良くなれたのにお互いの世界に戻ったら二度と会えないかもって、
そう考えたら寂しくなっちゃったんだ。だから元の世界へ帰る前に、まだ会えるうちに鋼さんとデートをしてみたいなって、素直にそう思ったの。ふむふむ、なるほどね。ダメかな。もちろんいいわよ。私もつむぎちゃんとデートをしてみたいわ。え、本当？やったー嬉しそうね。ところで、なんで私を誘ってくれたの？他の二人とも遊びに行ったらもちろん楽しいと思うんだけど、なんとなく隣を歩いてる姿が思い浮かんだのは鋼さんだったからかなそれは光栄だわね。鋼さんって優しくて綺麗でかっこいい上に可愛いし、自分にとっての憧れがたくさん詰まってるからかも。もう、つむぎちゃんたら、それは褒めすぎよ。頭部の熱が上昇しちゃうわ。でも本当のことだし、そんな風に照れるところもまた可愛いっていうか。お姉さんをあんまりからかわないの。はーい、ごめんなさーい。ね、ところで女の子同士のデートってどうやって歩くの？やっぱり腕組みとかするのかしら？スキンシップが好きな子と一緒だとたまにあるかも。友達同士でも手とかはよくつなぐよ。うんうん、例えばこんな感じ。うわー、や、柔らかいでしょ。こっちの腕なら私も腕組みできるからこれならデートの予行練習になるかしら。なるけど。けど何？鋼さん美人だから、実際にやられると想像以上に破壊力あるかも。あら、破壊は得意だけど、つむぎちゃんを壊すつもりはないわよ。そういう意味じゃなくて、腕組みしたことあるのに友達の時よりもドキドキしちゃう。心拍数と体温が上昇してるわね。照れるつむぎちゃんってかわいい。もっとギュッとしちゃおうかしら。鋼さん、ちょっとくっつきすぎじゃ。そんなことないでしょ。これくらい普通だと思うわよ。そんなことあるってば。あ、もしかしてこれってさっきの仕返し？からかって私の反応を楽しんでない？気づいちゃった？さすがに気づくよ。目がすっごく笑ってるし。はい、一旦離れて離れて。あら、残念。真っ赤になって恥ずかしがるつむぎちゃんをもう少し堪能したかったんだけどね。鋼さんってそういう S っぽいところもあるよね。 S っぽい？どういうこと？それはちょっと説明しづらいかも。ま、説明してもらわなくてもだいたいわかるわ。私が頼りになる素敵なお姉さんってことでしょ？そういうこと。鋼さん、多分 S っぽいって言葉の意味を完全に理解して言ってるな。とほほ。ありがとう。デート、実際に誘ってくれるのを楽しみにしてるわね。考えておくね。